どうも、The Aldi Gods です。個人的なお話にはなるんですけど、まずこちらをご覧ください。タックの一言。タックはあんま分からんけど、一回ぐらいね、焼肉でも行ってもいいかもしれんね。829焼肉315での最高絶対に行くから。でも、どうやって連絡したらいいんや。連絡手段がない。誰か、ツイッターもフォロワーされてないからメッセージ送れんし、かといってキャンタクにトミー君が焼肉をとか言ったら、なんか俺よりもトミー君が離れて、それで距離が離れる可能性があるから、どうしたらいいや。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送オタクです。さあ、本日なんですが、いつもよりええ声で、今とあるニュースが話題になっております。ちょっととんでもない内容でしたのでお伝えしていきます。それ関連で同時に今ツイッター上でとあるワードを検索すると、ある内容のツイートが出てくると、リスナーさんから教えていただきました。その闇をチラ見していこうと思います。はい、ひょっこりはんね、似てませんでした。ちょっと注意しておきますが、絶対に真似しないでください。まず事件の詳細です。27日報道、自宅のアパートで大麻を自家栽培したとして19歳の女子高生が逮捕されました。ん ?19 歳女子高生、これ留年か編入してますね。はい、まあ、このように栽培していたのが20歳未満であったこともあって、ネット上で大麻栽培というワードがね、トレンド1位にもなっております。さらに世間をビックラボンさせたのが、栽培を行っていた場所、なんと自宅アパートの共用階段の踊り場、いや、あのスペースで行われる犯罪だったらしくて、そんなものをどこで栽培しとうねんと話題になってます。さらに問題になってるのが、警察が一番気になること、どこで大麻の種を入手したのかということなんですけど、実はこの容疑者の証言では、ネット上で購入したと言ってるんですね。やばいよねってこと。なので、この逮捕をきっかけに、インターネットがあれば女子高生でも簡単に入手できるということが判明したんですね。それは簡単に買えたら興味本位で買う人も出てくるやろうという話なんですが、まず念頭に置いてほしいことなんですが、所持も売買も犯罪です。こういう話題を出すと、大麻は海外でべーっていう意見もありますが、それは議論されていくべきものであって、現時点での刑罰や逮捕に関して言うことではないと私は言いたい。だって犯罪なんだから、使う前から知ってただろう。無罪判決は出ねえよ。まあ、てな感じで、じゃあインターネットのどこで買ってるのかっていうお話ですよ。ダークウェブサイト等々あるとの噂もありますが、実はもっと身近な場所にあります。それがツイナー、一応これ助長してるとか言われるとあれなんで言っときますが、絶対に真似しないでください。犯罪です。皆さんが使ってるツイッターでもその売買は常習的に行われていますが、そのほとんどはフェイクです。大量のアカウントで同じような投稿をして捜査を拡散させて販売を行ってるものはごく一部、そのアカウントは知人の紹介などで知ることができるというようなパターンがあります。さらに言うと、取引の話をして入金だけをさせるっていう詐欺がほとんどです。なので今見てる方たちは、僕が普通に買おうとしても無理だと思います。この女子高生ももともと何かリアルでつながりがあったのではないかと思われますね。ではその検索方法なんですが、ツイッターの検索でアイススペース手押し、もしくは野菜スペース手押しと検索してみてください。ちなみにこれ、アイスは覚醒剤、野菜は大麻のリンゴです。そうすると大量のアイス上物があります。ホニャララグラム、金額はいくらなどといった投稿がたくさん出てきます。そのほとんどには販売とか売買という言葉は一切使われておりません。なのでこの投稿から摘発するっていうのは難しいんですね。これ文面的にはアイスと野菜持ってる自慢なんで。ただこんな投稿もあります。電話してください。はい、電話番号を載せているアカウントもあるんですね。あ、電話します。もしもし。あの、もしもし。ああ、お久しぶりでございます。はい、 お久しぶりでございます。なんかお知り合いの方ですか？あの、ちょっとですね、あのツイッターの投稿を見てお電話させていただいたんですけど。ああ、なるほどね。ああ、私もツイッターの投稿を見ていただいたわけですか。ありがとうございます。ああ、そうです、そうです。あのアイス手押しとか野菜手押し見たんですけど、あのアイスっていうのは 3g ぐらいって大体いくらぐらいですか？アイス 3g わかんないね。 50g 100円ぐらいだと思うんですよ。 50g100、 そんな安いんですか？わからないけど。野菜はどうですか？私の想像によると。そんな安くないと思うんですけど、それって、あの、販売されてるっていうのは本当ですか？うん、コンビニでいっぱい売ってますよ。え、コンビニで売ってる？うん、よりどりみどりで、多分 100g 100円ぐらい。そんな、だから1g って1円じゃないかな。え、あなたはその、売ってはいないんですか？私は、いや、必要であればコンビニに行って買ってきますよ。あ、なんかコンビニっていうのも、そのなんか、隠語というか、言葉であるっていうことですか？そういう言葉ですよ。あの、もうコンビニエンスみたいな感じです。はい。え、じゃあアイスと一応その野菜も売ってるって、販売されてるってことですね。野菜はコンビニじゃなくて、コンビニでもたまに売ってる時あるんですよ。キャベツとか。キャベツも何かそういう言葉であるということです。キャベツ、野菜も。キャベツもってことですか。なるほど、なるほど、そうですか。じゃあ実際に行われている可能性はあるということで。あー、なるほどなるほど、そっち側でもできるようにってことですね。できる、うん、できる。はい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 。ちょっとなんかよくわかんないですけど、まあそういうことですか。購入するつもりは僕なくてですね、すいません。あ、何
別に購入はしたけど、ただ販売されてるっていう投稿を見たので、ちょっとアイスと野菜の相場とか。あ、もう今全国に蔓延してるってことですか。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと複雑な話になってきましたんで、ちょっと最後、ちょっとじゃあ、アイスで一発いただいていいですか。はい。私が何か面白いことを言えばいいという。あ、そのアイスで、いつものやつお願いします。はい。ものすごくあなたのケツにフィットする、めちゃめちゃめちゃ合う椅子をね。ちょっとおかしい人でしたね。すいません、すいません、怒らないでください。生放送でできたらやろうかなと思いますね。動画だと残ってめんどくさいことになりそうなんで、やめときます。しかもこれ載ってる番号ほぼ詐欺です。ただ一部ですね、このようなネットの投稿には本物があるということが、今回の逮捕で判明したんじゃないかなということでございます。はい、と重ねていますが、絶対に真似しないようにお願いします。はい、ということで今日は以上です。文治さん登録者10万人おめでとうございます。終わりなのだ。最初はグー、じゃんけーん、だで、ね